皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。本日はボーム&メルシエリビエラサファイアブルー文字盤の実機レビューをお送りしていきます。ボーム&メルシエは1830年創業のスイスの時計メーカー、歴史上一度も途絶えることなく続く老舗メーカーです。リビエラは1973年初出、2021年に復活されたコレクション。スポーティー、ドレッシー、カジュアルと多彩な顔を持つマルチパーパスウォッチです。今回ご紹介するのは自社製ボーマティックムーブメントを搭載した 42mm 系のバリエーション。ハーフスケルトンのブルー文字盤が美しいモデル。特徴的な12角形のベゼルにスポーティーな針とインデックス、そして着用感の良いブレスレットのデザインにもぜひ注目してご覧ください。それでは行ってみましょう。憧れの時計ははるかに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、ではまずは外装、デザインから見ていきましょう。ケース素材はステンレスチール、ケースサイズは 42mm 系 10.66mm 厚。風防、裏蓋はサファイアクリスタル製です。裏蓋の中には自社製自動巻きキャリバーボーマティック BM1975A を覗き見ることができます。2018年に発表された同ブランドのクリフトンというモデルでデビューしたこのムーブメントは、5日間のパワーリザーブと1500ガウスの耐磁性能を備えていることが特徴。ケースは表面、サイドともにサテン仕上げ。ベゼルは表面がサテン仕上げで、面取り部分がポリッシュ仕上げになっています。ケースからブレスレットへとつながるラグの作りも秀逸ですね。あえて角も面取りも作らず、丸くカーブさせた作りになっています。3連コマのステンレスチール製のブレスレットも面白い。一見シンプルなように見えて、コマ表面のカーブの付け方であったり、裏面の角の落とし方であったり、徹底して角張った部分を排除しているように見えます。時計全体で見た場合の柔らかい雰囲気は、こうした細部へのこだわりによるものなのでしょう。バックルは両開きタイプのフォールディングバックル。どちらからでも締められる設計も便利で嬉しい。続いてフェイスデザインです。特徴的な12角形のベゼルに囲まれたハーフスケルトンのブルー文字盤がなんとも優雅。この文字盤もまた風貌と同じくサファイアクリスタルで作られています。透明度が高く、インデックスが浮かんでいるようにも見えますよね。針とインデックスは大きめで視認性が高く、スポーティーで若々しいイメージ。文字盤奥にはデートディスクと波模様、その奥にはムーブメントの地板も見えており、機械仕掛けの楽しさも堪能することができます。半透明ながらかなり濃いブルーに仕上げられており、ツヤ感もよく、透き通った美しい海のような雰囲気なのがかっこいい。42mm 系とやや大きめではありますが、この優雅で落ち着いた雰囲気の文字盤カラーと、全体的に丸みのあるデザインで相手に与える印象も優しいものに。プライベートシーンでの使用はもちろん、ビジネスシーンにおいても非常に使いやすい時計なのではないでしょうか。パワーリザーブが5日間と長いので、週末使わなかったとしても止まることなく、とっても便利。サイズ感のイメージはこんな感じです。手首周り 16.5cm、幅 5.4cm の場合です。42mm 系はスタンダードなスポーツウォッチの中でもやや大きめなサイズですが、ラグのカーブが丸くて強い、かつブレスレット1コマ目の動きもいいため、私の手首サイズでも着用感は良好です。この時計のようなブレスレット一体型のデザインの時計は、物によって着用感が大きく変わります。中には人を選ぶというか、限られた人にしか合わないものもあります。ではこのリビエラはどうかというと、広く多くの人々に合うように作られていると感じました。特に今回お見せしているメタルブレスレットのもの、非常に普段使いに適した作りだと思います。では最後にもう一度スペックとまとめてご紹介していきます。モデル名とリファレンスナンバーはリビエラ10616、自社製自動巻きキャリバーボーマティック BM131975A を搭載。毎時振動数は 28,800、パワーリザーブは約120時間です。外装素材はステンレスチール、ケースサイズは 42.1mm 系 10.66mm 厚、防水性能は 100m、 耐磁性能は 1500ガウス、文字盤はサファイアクリスタル製のブルー。基本機能は時分秒の三針と3時位置の小窓にデート表示があります。以上、本日はボーム&メルシエリビエラサファイアブルー文字盤の実機レビューをお送りしてきました。こちら現行モデルにつき、この動画公開時はブランドの公式サイトからも購入が可能です。メーカー価格は税込53万3500円、中古であれば30万円台前半から探すことが可能です。気になった方、ぜひお店で実機を確認してみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。